こんにちは。劇作家の重信です。エンスカの土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、ザ・デイズ第4話いきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ネットフリックスやっぱね、ちょっとね、まあ、3話まで一回やって、うん、まあちょっとねやりたいなとどうしても。 そううだね <laughs>、うん本当にまあ扱ってるテーマ自体もすごく重要で価値のあることだと思いますし、うん、そして何よりそのエンタメとしての質がとてつもなく高いというかいねねこれ面白いね面白いっていうにはちょっと不謹慎でただ面白いねうん、うん、本当に丁寧に丁寧に、うん、緻密に作ってますよねうん もうあの登場人物たちが窮地に追い込まれるように追い込まれるように細部を本当に作ってるというか、ねうね、丁寧に丁寧に作ってるっていうね<ー>本当に人が悪い悪 <laughs> いねクリエイターとして尊敬するいやそうだねうん 一人でも多くの人に、ね、知ってもらいたいし、見てもらいたいですね。これねそうだね,、まあ、ねもともと、ね、究極の選択をしているっていうのは、まああのね、想像できるんだけど、ね、<の>舞台設定自体がね。ありますからねたった今こうやって見せられてで、丁寧に作られると、まあ、それは痛々しいけど面白いな。そうですね、うん、う本当に 選択できないことの連続だしそうなんだよね。どっちやっても正解だしどっちやっても間違ってるみたいなところがねずっと続くからね、えー、うん <laughs> いきましょうかはい、はいえー、もうこれ初手ですよザ・デ y s 3分のとこですよ <laughs> はい <laughs> あの原子力、えー、ホワインさんとのこの の数字は本当かっていうところもう本当に時が止まるほどの危険度の高いあのー、恐怖というかもうなんか一人の人間では抱えきれない運,運命の大きさというかねが押し寄せてくる中で、えー、何かこう対処しなければならないっていうもう本当に強い、えー、危険度が高いいい交流だし。 命を懸けた行動だしいい演技でしたね。いやそうですね。うん、まあこう、なんていうんですかね、もうその原子炉の、まあ、格納容器が破損して、うん、してしまって、もうそこら中でとてつもない染料になってしまうぞっていう報告が上がってくると。そうなんだよね。っていうところですよね。うん、もうね何分後かには これ,こ,これだぞっていうね。う,ねうん。もうタイムリミットがこれでもう刻々と迫ってきますと。うんうん、で、報告を上げなければなりませんと。そうだよね。っていうね。うん、で、その、ね、最初の報告を受ける上司は、えっ、ー、と、あれかな、高速増殖炉の事故の,、うん、あのレポート書いた人で、うん、それがどういう事態を ぼすかっていうのを具体的に知ってるというかそれ PTSD になってるぐらいのっていう,う、ねはい、あの過去の報告書の,あの放射線やけどっていうんですかね、うん、写真ね,、うん、ねあれ見るともうやっぱりちょっとくるものがありますよねいやくるしいちょっと手に負えないよな手に負えないでも手に負えるかどうか こう問われてはもはやいないっていうのがこのザ・デイズの面白いところだよね。ねうん。そうですね。もう誰の手にも結局もう負えない事態だ追えないんだよね。う,ねうんそ。そうなんだよね。で、だからその中で全員がそれぞれの部署で本気を出し続けるっていう。そうですよね <laughs>、うん。一つも間違えられない決断をこう、なんかこう全員がし続けないと。 いけないって、ね、事態が収束されるというかね。すごいドラマ作ったもんだよね。そうですよね。うん、またでもこれ <laughs>、報告をあげたあのね、脇屋さんね、うん、が <laughs> 総理にいけないっていう。<laughs> いや、あれもさ、ちょいけよって思っちゃうけどさ、いや。 なんかあるんだろうなあ,あいうのもな絶対あるもんないやありますよね絶対ある絶対あるあのまあふざけんなよって思う反面本当に本当にあの人になったら確かにわからないなんか背負ってるものが違うしさ、うん、背負ってるものがねえ彼にしてみればやっぱり彼の事情は絶対にあって,ってうんね、うん そうね、いやあ、あもしいところ作るね。そうですよね。うん、確かに総理に、い,いじゃなきゃいけないのかって、あんだけ強くバチって言われたら、うん、一瞬ね <laughs>、<laughs> <laughs> あっ、いやって言っちゃったらもう言えないですよね、あれはね。そうだよね、そうだよね。絶対に言わなきゃいけないけど、それを言えなかったっていう。うん いや面白いね。はい。面白いね。はい。で、次が16分。はい。これね、作業員のみんながね、暗闇の中作業してるんですよ。はい。で、まあ、本当に恐怖の中、本当に命をかけたね、まあ、第一班なんですけども、うん、まあ、本当に強い行動ですよね。うん、ああ、もういい演技ですよね。だからもう、 あのできたかできたかって確認したらすぐ帰るとかね、うん、ああもう本当に怖いなそうですねまああのあれですよね弁を開けに行かなきゃいけない注水を水を送るために弁を開けなきゃいけない、うん、また弁が硬いんすねまあなあそう弁って確かにもうだって作ったら普通は触らんもんそうですね触るようにできてないもんああいう弁はえそうあの 状況の困難さをその物理的な困難さで映像的に表してるっていうねあ,<ー>あの暗かったりとか、えー、あの装備をたくさん積まなきゃいけなかったりとか、えー、あのもう通路が狭くてはしごが長かったりとかっていう物理的な困難さをその俳優に与えていくというか登場人物に与えていくっていうね。えー 見事ですね。見事ですよ。でね、帰ってきたらさ、あのー、ねこ、こんだけ今食らってるぞっていう数字もさ、<laughs> あのー、ちょっとえげつないしさ、1年分だもんねね量をね、うん、数時間でっていうね。うん。いや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 ,いやでですよ。はい。その次のタイですよ、第2版ですよ。うん。これはも と近くに行くというかそのコンクリートの壁のないところに行くっていうのはもうなかなかだよねで,ねでまあその第二版のあのー、ね方々がその扉の前に行ってさ「うんあのー、行くぞ!」ってこう決断するんですけど、うん、これはもうちょっと言葉を変えるとちょっと。 し死ぬぞみたいなね、うん、言葉あれだけどにちょっと同義語だもんなそうですよねうんだからうん、うん、絶対ね一般人よりもねそのことについてはさ、ね、絶対詳しい人がより危ない、ね、一番危ないところに行くっていうのはすごいよね、うん、強い行動だしまあその一人がもうちょっとあのー、プレッシャーでちょっとね 一歩手前みたいなさ、うん、あ分かるもんなであのメーターが振り切れちゃったところからいやでもどうしても自分は行,行かなきゃみたいななんかああいうちょっとこう振り切っちゃってるところってなんか分かるもんねいやそうですね<ー>、まあ、もう何ていうんすかねもう狂気の世界に入らないと踏み込めないぐらいの領域ですよねそうだよねうん<ー>おおあのねなんか入る前に うん、声をかけるのも,もう自分を何とか奮い立たせないとい,、うん、いけないっていうねもうっていうところですよねだしあそこでいや行くかいや戻んなきゃダメだっていうのももう本当に究極の選択ですよねいやそうだよねあの判断は別にもう本当に誰がしてくれるわけじゃないしさ決まってるわけじゃないしさええでも なんかこう行ってそこをやらないと分かんないけどそのこの県が日本が大変なことになるっていうのは分かってるけどだからすごい天秤にかかってるよねそうですよね大きいものがねうん、うん、あすごいねやっぱこれもしょえないぐらいの大きさのものですよね,ね、うん、命に代えてもっていうのも多分真実だし、うん 生きて帰らなきゃっていうのもやっぱり真実だしっていう、うん、もう選べない選択ですね<っ>これもねはい、はい、で、まあ、こんな究極の中ですよ35分、うん、はいあのね若手と話し合ったんですよっていう、まあ、作業員さんからこう話があるんですよねあのー、蝶にね そうですね、えーと、前島当直町に、まあ、若手たちが集まってきて、はい、ちょっとまあ若手の中で話し合ったんですけど、まあ、退避させてもらえませんかっていうところね、これね、こちらもね、いや、わかる、命をかけたところなんですよね。だから、その天品、だからどっちが正しい、間違ってるとかではないから、あの帰るっていうところも、決して、 っていうところで,で、止めなきゃいけない方も、踏みとどまるこの直腸さんの方も、まあ、命を懸けてますよね。ただ、こう、うん、この説得というか、この対立っていうのは、こう、なかなか、こう、えげつない、どちらも、いや面白いね。そうですね。ねでも、すげえいい演技だったね、ここはね。う方も 申し訳なさ、爆発してるからね。そうですよね。うん、だって別にね、ねそうですよね。もし他に方法があるんだったら、別にね、彼らをね好んで七に送りたいわけじゃない。そうなんだよね。ねうん、だけど、彼らがいないと、回らないし、ね事態に対処できないからっていうね、止、うんうん、めざるを得ないんですよね。そうなんだよね。いや。 もうえげつないですね。うん、えげつない。で、ラスト。はい、で、三、え、十、ー、あ、ごめんなさい、十8分ですね、はいえー。木下さんのね、俺と盾ので行かせてくださいっていうところ。うんえー、これはもう運命を変えようとする、日本の自分たちの全ての運命を変えようとする強い行動。 でしたねで答えのない素晴らしい演技なんですけど、うん、これを言った数分後ですよね、うんまあ、大変なことが起きてしまいそうだっていうところで、えー、終わってしまうんですけどこ,この、うん、2人の,あの強い意志というか、うん、うすごかったですねいい演技でしたねそうですね。 で彼らはまあ地元出身で、まあ、高校を卒業して、ずっとここで働いてっていうね、ところなんですよね。だから多分、故郷を守るとか、うん、っていうのも多分入ってきてるというか、そうだね。ねっていうところなんですよね。うん、そう。自分はずっと原発で働いてきて、多分そっちに思い入れもあるし、でもその原発がその故郷を壊してしまうのがどうしても見てられないとか、うん、っていうね。 いやーこれでも状況が進めば進むほどあの知れば知るほど分かれば分かるほど行けなくなっちゃうよねうん好き裂かれますよね,ねうんでねあのー、止めろっていうこれが間に合うのかどうか そうですね。すねまたこれエンタメ的に最高というか。最高だよね。もうとにかくもう次元爆弾だらけだからね。あと何秒、あと何分、ね、あと何時間とかね。<や>おもろいね。そうですね。おもろいって言っていいのかどうかわかんないですけど、おもろいですね。はい、<laughs> おもろい。ね、い見てほしいですね。これ,、ね、これ見てほしいね。うん はいまあ、そんな「ザ・デイズ第4話、はい、ちょっとベストシーン上げていきますか。いや、今回、これ、むずいですね、全部が良いんですよね。<laughs> 全部が良いんですけど、ただね、あのー、なんていうのかな、ちょっと答えが出なくて、あのー、ん難しい中、あのー、演技だったのが、35分かなと思っているんですよね。 うん、あの作業員さんのこ、まあ、こ,こから、ね、退避させてくださいっていうのと、まあ、ここにとどま,まってくれないかっていうこれはもう本当に二人とも止める方もあ退避させてくださいっていう方も本当に命を懸けた背負うものが非常に高い中で行われている究極の選択だと思うんですよね。そうですねでこれを言う上司に言って ら彼らもやっぱすごいし止めたうん、ね、人も<親>ね、<親>直射もすごいですよね。うん、直射も逃げたかっただろうに <laughs> っていうとこだよね <laughs> う。うん。えげつない対立ですよね。そうですね。素晴らしかったと思いましたね。まあ、本当に、まあ、巨大な運命の中で、 その順番を引いた人たちですよね。うん。見て対処しなきゃいけなかった人たち。うん。運命を描いてるっていうね、うん、ところですよね。いや、素晴らしい演技でしたね,でね。まあ、そうなんですよね。止め、どうしても止めざるを得ないっていうね。うん。苦しいですよね。いやー、これは苦しいよ。苦しいと思う、ね。うん。<laughs> <laughs> あー 廃、うん、避させてくださいっていう人たちにも、まあ、自分の人生とか命を懸けてのお願いですね。いや、そういうことですもんね。本当に、なんかこう、職責というか、まあ、責任、うんうね、みたいなことと、まあ、やっぱり自分の人生みたいなことが本当にぶつかってくるというかね。そうなんだよね。うん どっちも正しいっていうのは、ね、難しいところだよね,ね。間違ってないですもんね。うん、いざね、あの状況でもし自分がってね、<laughs> 考えたらね。いや、これはなかなかだよ。ね、答えは出ないというかね。っ,うん、っていうところっすよね。 というわけで、ザ・デイズの第4話でございました。ありがとうございました。はい、この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。